「どうする家康」は戦国時代の物語ですので、じゃあ戦国時代ってどういう時代なのということをちょっと知ってるとね、より分かると思うので、まあ、高校生に説明するパワーポイント、高校生にはちょっと難しいかもわからないですね、うん、高校生よりはもうちょっとレベル高いパワーポイントを使って。 戦国時代ってどんな時代なのさということを、ね、説明したいと思います。戦国時代というのはまだ室町時代のです、ね、うんシステムが生き残っています。で下克上にとってだんだん崩れていくんですが、まだ崩れてはいないと。では、室町時代の枠組みって一体どうなのということを知っておく必要があるんですよね。で、この室町時代の枠組みがだんだん崩れていくと。 で最終的には、豊臣秀吉の検地で、大閤検地でね、完全にそれまでの中世のシステムは生産されるんですが、うん。では、室町幕府の仕組みですね、はこうなっています。室町幕府がいます。この室町幕府は朝廷と一体化しています。天皇と将軍は、 お互いに補完しながら室町幕府を構成していたんですね。次に地方ですが、えー、守護を国ごとに置きますで。守護の下に守護台が置かれます。で鎌倉時代までは、とかつての国があの国司という制度がありましたよね。立憲政の中で。で国の 役所国画というのがあったんですがこの国画の権力をですね権限を死後の守護どころがか吸収していくんですこれもですねで武家の守護どころと公家の国画が一体化していくさっきあの室町幕府というのは公家と武家が一体化していくって言いましたけど、うん、地方行政機関も一体化していくんですね で、守護の下に守護代がいますで。守護と守護代はどちらも京都にいます。あ正確に言いますと、えー、静岡県から山口県までの守護守護代は京都にいます。で、地方にはですね、守護代の下の人間が派遣されています。小守護台って言います。そこまでが上から 任命されていく組織ですその下にっと、地方にはですね、黒人という人たちがいます。これは鎌倉時代の持頭ですね、鎌倉武士の系列を引く人たちです。で、この守護や守護台はですね、室町時代にこの持頭たちを組織していくわけです。 鎌倉時代は主語と地頭とは全く別個に鎌倉幕府につながってますから、地頭は守護の言うことなんか聞きません。室町時代になると、それが変化してですね、地元の有力者、黒人を守護守護代が組織化していくんですが、これを悲観って言います。悲観はね、家臣ではないんです。どこが違うかというとね、江戸時代のね、 お侍さんというのは、殿様から土地をもらうんです。あるいはそれが給料かもわかりませんけどね。例えば、大石蔵之助は、浅野匠神から所領をもらっているので、したがって、浅野匠神が江戸城で、北と人情事件を起こして、浅野匠神が いなくなってしまうと、つまり阿公藩がなくなってしまうと、大石倉之介の土地もなくなってしまうんです。だから、阿公の武士たちはみんな阿公老子になるわけですね。失業するわけです。ところが、この黒人たちというのは、土地は自分で持っているんです。これ、鎌倉時代からね、児童は、自童式とか、そういう形で。 土地,に土地に対する権利を持ってますからね。この黒人たちが持っている、うん、土地に対する支配権は守護や守護代にもらったものではないんです。そこが江戸時代の大名、武士、藩と藩士の関係、藩書と藩士の関係とはね、全然ちゃうとこですね、うん。で、これを悲観というふうに言います。従って、 黒人は守護守護代の言うことを聞きますけど、守護守護代がダメやと思うとすぐに離れてしまいます。守護のために命かけようとかね、そんな気持ちはありません。これウィンウィン。得すると思えばついていく。で、得にならへんとぶた離れてしまう。あ、そもそも武士って、特性二つあってね、舐められたら殺す。 負けたらしまい。だって負けちゃったらね、自分と血捉えちゃいますからね。どっちが勝つんかですね、敏感にね、あの察知して、勝つ方につく。<laughs> それが武士ですよね。次にね、もう一つ面白いのは、守護不入という権利を室町幕府がね、あちこちに認めてるんです。か守護って、その国の中を 全部支配できるわけではなくて、室町幕府が、ここは守護が入ったあかんというですね、権利を認めたところがあるんです。これなんでこうするかというとね、守護がその地域を完全に支配できるようになってしまうと、強くなりすぎるでしょだから室町幕府としては、わざと守護の権力が及ばない地域を作っておくんです。そうすると、守護が強くなりすぎない。 で,すでこの守護不入ということを幕府が認めていたというこれがね結構大事な知識なんですね、うん、例えば今回で言うとあの、えー、間もなく三河の一向一揆が出てきますけどねお寺がね年貢払わへんって言うんですなんで払わんでええんかそれはこの守護不入の系統の権利を持ってるんですよね まして、松田元康なんて、この辺ですからね。なんで、松田元康ごときの年貢徴収に応じなあかんねん。お寺が蹴るのはね、それはありなんです。しかしながら、これね、主語から見ると邪魔でしょだから、これをね、主語が潰しに行くんです。で、そうするためにはね、 これ室町幕府が主語を任命し室町幕府が主語を腐入の権利を認めるというこのシステムが変化さなあかんんですよねつまり室町幕府が、ね、強い時にはね室町幕府が主語腐入を認めてますからそうすると、ね、ここにいる人たちは、ね、室町幕府の方に頼りますからねでも主語から見たらこれ困ったシステムなんで,でこのシステムを壊すためには室町幕府が弱体化しないといけないんです オーニングランがあって、室町幕府が大変なことになって。<laughs> ということはですね、えーと、守護も室町幕府のバックアップを受けるのが難しくなりますが、その反面、室町幕府が保障した守護赴入というこの権利もですね室町幕府にもらっ守ってもらえなくなるんです。それで守護はですね、もう室町幕府に頼らないで、自分の力でですね、 支配しようと。私は将軍様に任されたからここを支配しているんだ。やめてね。俺が支配するんだというふうに変わっていくんです。と同時に将軍様に認められた不留の権利、そんなも知るかというふうに変わるんですね。それが戦国大名です。戦国大名というのは室町幕府に 通って支配しているわけではなくて、俺の言うことを聞け。ということで支配していきます。と同時にですね、<laughs> 今まで守護が入ってきた、あかんというのもね俺、俺入っていくでと。それ一番最初にあった今川義元かな、強力に推し進めたのがね、うん、今川家の領内で、守護の警察や税務署が入って、 行くことを認めない。そんなものは認めないぞ今川、駿河の国ね。もう至るところにですね、今川の権力。権力って詰まるところ、税務所と警察所ですからね。税務所と警察が入っていくぞ、ということを今川義元が宣言します。今川金目録追加っていうんですかね。で、さらにですね、この戦国大名は黒人たちをですね、 強力に組織していくようになります。ところで、大名って何ですかって言うとね。大名は自分の上には将軍しかいない。松平元康は、あれは大名ではないんです。なんで大名ではないかというと、え松平元康の頃は、守護、守護大いるのかなあ、美香はちょっとね、 事情特殊なんですけどね。うん、例えば、織田信秀は、なぜ戦国大名と言い方あいかというと、織田信秀では、この辺ですけどね、上に守護の柴家、守護代の織田本家がいるから、上には将軍様だけがいるというわけじゃないんですね。か信秀はまだ戦国大名になってない。それ説明しましょうかね。 これ織田,信長の位置です織田信長の家、織田壇上の中継というのは、室町幕府が尾張の守護に芝家を任命して、で守護代として織田家がおってで、この守護代2つに分かれていて、上四軍守護代と下四軍守護代。この下四軍守護代の下に三奉行というのがいて、 でここが織田信秀の位置です。織田壇上の中継ですね。だから、織田壇上女中継の上には、守護代がいて、守護がいて、その上に将軍がいますから。で、織田信秀ってね、かなり金持ってて、大きな軍を動かすんです。今川とか斎藤と戦うんですけど、だけど、このシステムは否定してないんですね。 信秀の頃には守護代も守護もいるんです。だから、戦国大名かなって言われると、うんっていうとこになるんですね。で、織田信長がこの守護代ぶっ潰してで、守護もぶっ潰して、で、尾張の国には自分が一番上で、あと自分の上にいるのは京都にいる権威、将軍ということになります。そこまでいけば、 戦国大ですね、うん、では今川義元と織田信長と徳川家康は社会階層でいうとどこからスタートしたかということをね知っておいた方がいいですよね。 まず今川義元からいきます。今川義元の今川家。今川義元はあれ、あの今川本家の、えー、四男で、まあ兄弟ね、どんちゃんしてで、えー、兄弟をぶっ倒して自分が天下取るんですけど、あいやいや自分が、うん、と今川家を継承する、家督を継承するんですけど、今川家自体はどこの位置にあるかというとですね、守護です。これ、い足利一門でね、 足利なんです。今川というのは。将軍家の親戚なんです。相当に高いランクの家です。次に織田なんですが、織田はですね、芝という守護の下にいる守護台です。ただ、織田信秀。 織田壇上の中継。織田信長が生まれた家は、その織田家の中で、一番上ではなくて、織田家に使える奉行ですから。まあ、それでもね、室町幕府、守護大名、守護大という、この層には入ってるんですね。有名な戦国大名で言うと、今川とか、武田とか、佐竹とか、大友とか、 こういうのが守護から守護大名になっていった人たちです。結構多いですね。で次に守護大。ここから出発したのが長尾とか朝倉とか織田とかねから。あ、そうですね。うん。で、あの、上杉謙信はもともと長尾やったんですけど、上杉ってこっちでね、守護クラスで、上杉の養子になって、 が、長尾掛虎から上杉謙信に変わります。あれ、上杉の方がね、家の角が上なんで、で、長尾から上杉に養子に行って、で、あの、長尾影虎改め上杉謙信になるんです。武田信玄も、集合クラスですね。で、それに対して、松平家というのは、この下のランク。ここから出てきます。まあ、今で例えて言うと、県庁がここですね。 ここが県庁クラス。これ市役所クラスです。からスタートします。あ市役所っても、姫路とかね、西宮とか、そんな大きいとこじゃなくてね、今で言うと、愛いとかね、表現で言うと、うん、野とかね。そういう、あるいはもうちょっと小さい、ね、上郡町とか、山崎町とか、あ、山崎町今亡くなったのか、<laughs> 思想史になったんか、うん、昭和の頃の、 市町村、地方のね、うん、そのクラスから出てきたのが、毛利、長我壁、徳川、斎、竜蔵寺なのです。で,でも、この中でもね、鎌倉時代の源頼朝の御家人まで遡る家とね、それから成り上がりとあるんですね。毛利なんてのは、あの、 北条。これ、この人、大江広元の一族ですからね、毛利ってね。うん、黒人、そうですけど、遡っていきますと、恐れ多くも源の頼朝様の王というのが出てきます。<laughs> で、徳川とか、まあ、松平とか浅井とか、この辺はですね、恐れ多くも源の頼朝様のというところまでは行きません。うん。地方から出発した家ですね。 でこのね、ピラミッド体系の外から出てきた人が一人だけおるんです。平富秀吉。この人はね、全く <laughs>、どこ出身かわかりません。下の方やということはわかるんですけどね。どこかわからへんと。ただ、秀吉の場合はね、自分がね、大将としてのし上がっていったんではなくて、織田信長にくっついていったら <laughs>、 そしたら、和田信長が最後に高転びにこけて <laughs>、で、織田信長が転んだ後の権力争奪戦に勝ち上が勝ち抜いて、で、天下取るわけですから、豊臣秀吉の場合はね、織田信長がいなければ上に上がることはできなかった。だから豊臣秀吉にとっては、誰を主人にするかですね。自分が大将ではないから。 誰を大将に選ぶかということが大きな問題なんです。その点では、信長を選んだってのはね、信長を選んだというところがね、秀吉のすごいところかもしれないですね。あとも、毛利にしても、松平にしても、小田にしても、今川にしても、これは大将を選ぶというのではなくて、もともと大なり小なり大将なんでね、生まれてきたのがね、それが、あの、秀吉の特に偉いところ。 ですかね、で次にと三河遠東江東の、ね、と事情を説明していきたいと思います。三河遠東江東でなぜあの松平のような黒人層が上に勝ち,の勝ち上がることができたのか、また、ね、この三河遠東江東、ここで、ね、今川と織田がね、ぶつかり合うのは何でか。そもそも織、ね、田や今川じゃなくて、 ここには有力な主語とかね、主語代おらへんかったんかいということになりますよね。で、この地図を作りました。今川は、えー、駿河の主語です。この茶色で書いてあるのが主語ですね。美濃は時、尾張は芝、三河は一式、うミが芝、駿河が,が今川、海が武田です。 このうち、武田とか、今川とか、北畠。これは、戦国大名に変身していきます。守護がそのまま戦国大名にスライドして、権力を確立します。で、一方で、えっと、守護代からですね、ナンバー2から乗し上がったのが、織田とかね、斎藤です。で、さっきも言ったに、 ただ、信長の場合は、同じ織田なんですけど、織田の中の、まあ、織田の中の下の方から上がっていくんですけどね。まあ、何それにしてもですね、守護、守護代というね、このグループから出てきたことは確かです。で一方、こういう風にね、守護や、ね、守護代が強いとね、黒人が上に行くのは難しいですね。 じゃあ、松平がなんで上に行けたんか守護、守護代、おらへんのかというとね、いないんです。三河はですね、もともと一式だったんですが、一式さんはですね、足利義則に睨まれてね、こう、いなくなっちゃうんです。で、その後ね、守護がいろいろ来るんですけど、もう、パッとやってきてね、ここ自分の、 権力のもとに、あの、収めるのはもう難しくなってたんですね。大仁らんが終わったぐらいになるとね。だから、まあ、守護は、まあい、いなかったということになります。これは遠江なんですが、ここ芝なんですけどね、芝ってね、終わりとね、越前とね、遠東江東と、守護3つ持ってるんですけど、バラバラになってるのでね、 これ、統治難しいんです、柴家というのは。まとまってるとね、例えば九州の大友とかね、からえー、島津とかね、か細川とかね、近畿地方で言うと。そういうのって、国いくつかまとめて大きくなっていけるんですけど、遠江と尾張と越前とバラバラに3つって言われてもね、 で、それぞれに、こう、守護台置いといたらですね、越前は守護台の朝倉に乗っ取られたし、尾張は守護台の織田に乗っ取られたし、だから、遠江はですね、もうここは諦めちゃったんですね、芝がね、もう無理やって、越前と尾張に押さえとかなあかんし、その上遠江も立って、でですね、だからここ、いなくなっちゃったんです、守護が。ってことはですね、 ここは空白になってるわけだから、従ってこれを狙って今川とか織田とかが攻め込んでくると。また、下からですね、こう上がっていくね、松平のように。そういう黒人が上へ乗し上がる。上が空きましたからね。上へ乗し上がっていくチャンスもあったと。とというわけで、この三河、遠東江東、ここで織田と今川がぶつかり合い、その感激を塗って、 松平がですね、のし上がっていくという構図が出来上がるですね。では、この三河なんですが、主語に当たる、主語に変わる家ないんかいとうとですね、実はあるんです。これ、キラですね。キラってね、これも足利一問で,で、家の核としてはね、今川よりも上なんです。 足利将軍家に近いんですただね、足利将軍家に近すぎたので、あんまり力を与えすぎるとまずいということで、このキラというのは守護にはしてもらえないんです。だから名門なんだけど、守護にしてもらえないので、軍事権を持てないんですね。だけど、この三河の国で、 一式主語一式がいなくなってしまったあと、一番家柄のいい家はキラなんです。だから松平の、ね、人たちは、このキラ様から文字をあの名前の文字をもらいます。これ、返記って言いますけどね。うん、例えば、返記の一例としては、松平元康の元は、今から義元の元をもらっているわけで。あるい意味ね、1文字もらうということは、 その人の下に入ったということを意味しているんですね。で、元康は今川義元から返記を受けましたけど、その前の広忠とか清康とか、あの人たちはあの、木だけから返記を受けています。ただこの木だけはさっきも言ったように、軍事力が強くないのでですね、三河一向一揆のあのあたりで、 松平元康がね、美香を統一していく過程で姿を消してしまいます。まあ、これぐらい知っていれば、と戦国時代のドラマを見ることができるのではないでしょうか。